政府は海上自衛隊の護衛艦一隻と哨戒機二機を中東へ派遣する閣議決定を行い、先ほど河野防衛大臣が派遣準備命令を出しました。情報収集活動を遠隔に実施できるよう、新たな護衛艦一隻の派遣と海賊対処部隊の P3C 活用に向けた所要の準備を開始してください。日本に関係する船舶の安全確保のために。 情報収集活動の目的で派遣されるのは護衛艦高波と P3C 哨戒機2機です活動範囲はオマーン湾やアラビア海北部アデン湾の公海で情勢が不安定なホルムズ海峡付近は活動海域から外しました活動期間はきょうから1年で護衛艦は来年2月上旬に現地へ向かい2月中には活動を開始したい考えです